アパホテルでモーニング、水分、紫外線対策のリコピン、タンパク質、炭水化物。ここ数日で一番まともな飯やな。で、現在の時刻は10時47分か。アパホテルやっぱ最高やったね。6000円出して個室が確保できて Wi-Fi も早くて電源も余裕でもらえてっていう感じやから、なんか至れり尽くせりで、安く泊まろうと思っても満喫のフラットシートとかで結局2600円ぐらいかかんねんな。それやったらもう4000円出してアパホテルにしてしまってもいいんじゃないかと。長期的な旅行になってくるから体力を温存するっていう意味合いでもそっちの方がいいと思う。今後ちょっとアパホテル泊っていうのが北海道入るまでは多くなるのかなと。はい、で今現在の気温が27度。じっとしてても汗をかかない、嬉しい。8時から雨の予報やから、8時までには次の宿泊先に絶対ついておきたい。で、目指すは福島のアパホテルやね。福島市やね。で、明日はね、1日雨の予報やから、多分明日は走らずに部屋でおとなしくしてるんじゃないかなという感じで、ちょっと動画の編集が全然間に合ってないから、ぐんぐん進めていきたいと思います。これほんまやばくない？これ。すごいよね。ムチで撃たれたみたいになってる。このさ、紫外線のやつがさ、昨日一時的にめくれてただけでこんな風になってしまってん。こんな環境やね。夏場のバイクなんか、乗るもんじゃないわ。はい、 ZTR1400 で日本一周4日目スタートー。水戸っていう街がね、思ったより都会やったのが意外やったね。自転車に乗ってる高校生と中学生がものすごく多い。人口も約30万人か。 MYM 大きめの商業施設やけど、あーでもやっぱしっかり休めてるわ。体が痛くない。あのレベルで6000。俺しかもモーニングをつけたのよ。モーニングつけて6000。アパ専用のアプリで予約することによって普通のジャランとか楽天トラベルとかよりも安くなるらしくって、確かに安かったな。他のウェブサイトで比較すると7000-8000円とかそれぐらいしたんやけど、モーニング付きで6200円は激アツやろ。なんや、今日天気予報では20時から雨って言ってるけど、これあれやな、天気予報裏切ってくるぞ。まあでもまだあれか、雲は薄めか。そんなに色濃くないけど、やっぱ南側の雲はちょっと濃いな。俺が今一箇所目に向かっているのは、あの海に見える神社的なところがあるらしいから、そこだな。結構歩くらしいな。なんか階段下ったところの海のその波打ち際のところに鳥居が立ってるらしい。はあ、うわ、階段えぐ。はい、ありました。まあまあ波は立ってるね。絵描いてんのか。よし、見た。行こう。大洗磯前神社。登る？これ。しんどいな。はい。いいことありますように。今日は風強いな。はい、大洗磯前神社終了。とにかく暇やな。これはやばい、暇すぎる。田舎になってくると斎場が増えるな。斎場が増えるっていうか、まあ東京にもいっぱいあるんやろうけど、田舎は斎場の他に物が少ないから目立つな。茨城で一番でかいと名高い小山ダムへただいま向かっております。牛久大仏を見てから、あーやっぱでかいのっていいなって思って。あの墓もさ、まあまあ 120m の大仏を建てることに関してかなり迷ったと思うよ。でも結果的に成功してると思う。あれは一つの観光名所になってるし、みんなの知名度が上がるから、あっこに墓作ろうかなって思うもんね。投資として成功してる。今回はね、ちょっと一番でかい小山ダムを見に行きたいと思っております。山ん中やからね、ちょっと怖い。小山ダムは何や、周辺にあるカレー屋がうまいとか評判がいいんやけど、11時にオープンして12時頃にはもう閉まっちゃうみたいな、幻のような存在やな。1日限定何食とかそんなんらしいし。変電所、あーくそー、誰やこんなところに泊まれ作ったやつ。電磁波で死ぬー。死ぬか。ちなみにね、結構いろんな人が間違ってるんやけど、茨城県とあと大阪府茨城市っていうのがあって、でね、どっちが茨城でどっちが茨城なのかっていうのをごっちゃになってしまってる人が結構いんねん。正解はね、両方とも茨城。グリーンふるさとライン。
わあ、こわ、こんなところで事故ったら誰も助けこうへんぞ。電波入ってんのか。電波微妙。いい道だな。車両通行止め。車両で行きたい。思ってるより距離ある。小山だん。水量がね、最近雨降ってないからね、多分明日の雨でガッて上がるんやろうけど。欠けてるね。あー、まあまあすごいよ、すごいすごいすごいっちゃすごい。ダムカードっていうのがタダでもらえるらしい。もらってみるか。手動か。あ、こういう感じ。じゃあゲッツ。竣工2005年。俺の後輩か。お知らせ、誠に勝手ながらしばらくの間休ませていただくことに。よく4月9日まで続いたな。はい、ありがとうございました。というわけで、次の目的地に進んでいきますが、あとはもう福島までぶっ飛ばしていくっていう感じだね。今日の夜が雨、明日も雨やから、明後日をちょっと福島のね、今度はスカイラインとかそういうところを走りに行きたいと思っています。時刻が現在14時半ということで、ナビゲーションを見る限りは3時間10分か、17時40分には着くけど、休憩しなければ。でまあ絶対休憩するから19時か。まずいな、19時はまずいな。雨降るでしょ19時やったら。でもなんか空晴れてるけどね。降んのかほんまに。残り6時間で雨降る。予報見といた方がいいかもな。やっぱね、アパホテルで休んだのはむっちゃ効果あったな。休息が取れないとね、人の精神状況はボロボロになっていく。ガソリンが半分だから、次のガソスタぐらいで入れないとまずいよ。リッター20のくせにこの86キロで半分になるのか。は、早くない？何キロなんこれ走れんの。そんなガソリンなくなるの早い。あれリッター20出てんのにな。え、何これ、180キロ200キロぐらいしか走れないってこと。ダメじゃん、大型バイクやっぱダメじゃん。株50が正解じゃん。やっぱりリトル株が正解じゃん。リトル株とかリッター60出るから。ガソリン入れんの忘れるわ。その代わり3リッターしか入らんのか。3リッターで180キロ走れるってだいぶやばいね。それもガソリンなくても走れるやろ。あ、違う違う違う、ごめんごめんごめん、昨日の分も合わせなあかんのか。今180キロ走ってるから半分になってるから、まあ大体360、400近くぐらいはいけるってことか。まあでもリッター20は重いな。プリウスの方が走るもんな。しかもエアコンついてないしさ、音楽聴けないでしょ。荷物を積めないし、子供を乗せることもできない。雨風をしのぐこともできない。なんで買うの。バイクに乗ってるやつはね、漏れなくド M よ。意味がわからんな、バイクって。さあ残り3時間6分ということで、道はさらに悪くなって、ひどいなこの道。わだちを埋めた感がえぐいな。大丈夫か俺。うわー、ひどい道を走らされている。でもすごく涼しい、それはありがたい。ただいまね、県道111号線を走っております。隣が美しい小川で、その間に遮るものは何もございません。すごい大自然をね、満喫できるちびっことが連れてきたら喜ぶ場所かもしれないね。ちょっとバイク乗りにはきついかな。怖い、車線が細い。この道を俺はいつまで走るんだ。おーいおーい、この道はきついぞ。このペースもきついぞ。おー、せせらぎが素晴らしい。あー、いいですねいいですね。うん、うおー、マイナス4の方向やっていうか、もうマジで走りにくいわ。マジで走りにくい。もうやめてくれ、大型バイクや言うね。300キロ出んねこっちは。こんな道走るために作られてないんじゃ。もういやん、東京帰りたい。おー、地獄や、ほんま怖い。なんかもう細かい石とかいっぱい落ちてる。置けんの怖いよ。おー、死んじゃう。辛いよ、どうしてこんなことしてるの。なんかね、ジモティって感じでもないんよなこの道。なんでかっていうと、誰とも対抗しないから。何のためにある道なのかがよくわからん。 Google が悪いんじゃないね。県道111号線を作った茨城県が悪いね。うわー、すごいな、超涼しい。終わる気配がない。もう笑うしかないで。俺そもそもさ、 ZZR1400 一人で立てられへん。ここでこけたらもう終わりや。携帯の電波も入らへん。終わりや、ここでこけたらほんまに終わりやな。あー、対抗来たー、初の対抗。ありがとう。ちょっと寂しさが紛れた。ずっと川並走するんやね。雨降ったら終わりやな。怖い怖い怖っ。
すごいね、いつでも落ちれるな。自然を堪能するっていうのはさ、自然の脅威にさらされるってこと。この岩見ろよ、なんや今の、あれ絶対落ちてきたやつやろ。もう怖い、怖いな。そこそこデカめの野生生物がいてもおかしくないよね。電線は張り巡らされてる、信じられん。あのね、和歌山県にもね、一個エグいのがあんねん。国道425号っていう、国道でこれっていうレベルのところがあんねんけど、そこはね、ここよりもさらに危ない。ここはさ、隣川やん。ガードレール、まあ、たまにしかないけどさ、今はあるけど、隣川やからさ、落ちても最悪なんとかなんねんけど、国道425号に関しては、崖やね。隣崖。で、地面はね、こんな感じ。で、あと、落石倒木多数みたいな感じ。あと、電波もね、電波もあんま繋がらんかったんちゃうかな。終わりやね、あそこは。あれね、俺、ショートカットあるでーっと思ってね、使ってんあっこ、余計時間かかった。40キロ走んのに2時間かかったんやったかな。ありえんよね、時速20キロでしか走れてない。まあここも大概やけどな。ね、上流に向かいすぎてついに川がなくなってきてる。今自然の神秘を感じてる。川がどんどん細くなってきてる。犬だ、野放しの。あっちにも犬いる、怖っ。ついては来ないな。ついてくる、なんかついてくんぞあいつ。買う、え、むっちゃついてくるな。お別れか、寂しい。まあさすがに自分家からそう離れはせえへんよな。よう気づいてくれた。走り方むっちゃ可愛かったな。ガチじゃない走り方やった。もう来ないかな、来ないな。可愛かった、あれぐらいのサイズ感は可愛い、あれでいい。この道を行けばわかるさ、迷わず進め。迷うなこれ、ガスもちょっと怪しいし。あーでもそこで右なのか、 6.3 キロ先が右やから、そこでそろそろマシな道に出れることを祈る。